こんにちはなほねえです今日はちょっとお試し動画なんです実はですねいつもは iMovie っていう、えー、と iPhone の中に入ってるねアプリで撮ってるんですけどちょっと最近具合が悪いので <laughs> 使い慣れてはいたんですけど具合が悪いのでちょっと今日はお試しで違うアプリを使ってみました。 「VILLO」と書いて「ブロ」っていうアプリなんですけどカオルさんがこれいいよっていうのでちょっと試しに使ってみましたえっとね、えー、撮影するのもその「ブロ」を使って撮影してるんですけどどんな感じですかねいつもと違いますかとそしてちょっとこれはこの間作っていたあのー グラニーのモチーフなんですけどとりあえずえっと1段分だけつなげてみました、えー、針でこう半目だけすくってねこうつなげていったんですけど上からこう刺すような感じでこうつなげていってるんですが、えー、表面はすごい平らにできているのでえっと引っかかりもなく 使えるんじゃないかなと思うんですがどうでしょうかね。えっとつなげるところは一応来週の水曜ライブでやるつもりなので、えー、宿題的にはこのモチーフをその自分のあのー、サイズ分だけ編むっていうところですよね。私の場合はこれ8枚を 半分に折ってみるとだいたいここら辺この幅がですね何 cm になるのかちょっと今上下がないんですけれどもまあ自分の腰幅分ぐらいにはなったかなとまあ、ここに後でねボタンホール分の編み出しをするのでもうちょっと大きくなるかなと思うんですけどまあ、とりあえずこれを、えー、私のサイズとして作って でこの上をですね、えっと、単なるメリヤス編みでこう棒針で編んでいくかそれともかぎ針で長編みで編んでいくかそれともちょっと模様編みにしようかなと思って今ちょっと試作を重ねているんですけど。 えっとこれは長編みと細編みをつなげたバージョンちょっとな々になってるんですけどあんまりはっきり見えないんだよね。でこちらはえっと中長編みと引き抜き編み中長編みと引き抜き編みでこう並々を作ってる感じそして、えー、こちらがですねおはるさんに教えていただいた。 細編み中長,長編み長々編みみたいな感じでこううねうね。して、えー、帰りはこう細編みでいしずっと戻ってくるっていう感じなんですけど、えっとこれはうね。編みにしてあるんで、ちょっとここは立体的になってますね。ここはうね。編みしてなくて、普通に頭を拾ったんだと、こんなちょっと平坦すぎちゃって模様が全然はっきりしないんで、やっぱうね。編みにした方が。 わかるかな？と。あの色が違えばねこうい。一段ずつ色を変えていけば普通にこう。平らに編んだんでもいいと思うんですけど、単色で編むんだったらうね。編みにした方が立体感が出るかな。なんてちょっと試行錯誤中なんです。まだ決まってないです。どういう風にするか。でもあの別にこうね。模様つけなくても単なる長編みだけとかでもいいかなとも思います。ちょっとまだわかんないです。どうなるかはい。 ということで今日は、えー、V ブローのお試しと <laughs> お試しでどういう風になるかっていうのと、えー、この、ね、モチーフをつなげてみたよこの上をどうしようかなっていうお話です、えー、うまく編集できるかな <laughs> 楽しみにしていてくださいそれではまたちょちょ